どうも皆様、こんにちは。ライブです。特等実況プレイやっていきたいなと思います。はい。なんですけど、ちょっとね、この動画ね、テイク2なんですよ、実は。はい。実はですね、先ほど、このね、パート2をね、撮っていたんですけれど、まさかのね、このゲームボーイのね、充電切れということで、はい。急遽ね、ちょっと動画の方を止めました。はい。なんでテイク2となっております。いや、いいですね、この一番ドアの曲もね。ほうほう、よし。私、フェンドリーショップの店員です。はい。はいはい。やったね。では、やっていきましょう。さあ、ポケモン出てこないね、そのポケモンが。はい。ああ、はいはいはい。ちょっと待て。なんでポケモン出てこないんだよ、そのポケモンが。よし。おお、こいつは、こうだった。懐かしいね。ついにゲットしたいけども、ないというね、モンスターボールもね。おっと。いけ。よし。トゥ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 。さあ、着きましたね。お得な掲示板。ポケモンには体力のか、技を繰り出す元気のもと、パワーポイントがあります。技ごとのパワーポイントがなくなった時も、ポケモンセンターで休ませて。はい、わかりました。では、行きますか。ここは、ここは、ポケモンセンターかな？おー。なんかすごいね、ポケモンセンターね。なんか、すごいというかさ、なんか、ねえ、ほんと昔って感じだよね。はい。あ、はい。ほほ。いいね。で、お前は、通信ケーブルクラブ。あ、準備してるか。そう、逃げないで。隅にあるパソコンはどうぞご自由に使ってください。と、受付姉ちゃんが言っとった親切やの。あれやったのはあれですね。ポケモンの、あれ、ボックスですかね。はい、預けます。おお。ピカチュウ。てつてん。よし。はいはい。では行きましょう。そう、確かね、パート1でね、なんか、変なコメント来てましたね。なんか、本当に声、キモくてすいませんとか、説明欄に書けよとかさ、なんか来たんだよね、コメントが。さ、そういうのはさ、なんでさ、この動画だけ見んの？他の飛び盛り実況とかさ、見てるとわかるよね。ほんといつもさ、ほんと滑舌が悪くてすいませんとか言ってるじゃんね。さ、なんなの？ほんとね。これしょうがないことだぞ。おい。しょうがないでしょ？声がさ、こういう滑舌が悪いのはさ、生まれつきなんだからさ、どうしようもないっていうのを、まったく。まあね、当然そういう人はブロックしといたんですけどね。まったく。芋虫ボットの年収率してない？はい。ケタピーやるかないけど、ビールにやるかあるよ。ポケモンが捨てないように気をつけようね。あ、はい。何あの上から目線。気をつけように、上から、おっと。お、君はマサラタンカー来たんだね。大きな傘を知ってるね。これ頼まれたんだけど、渡してくれるかい？届け物。届け物。はい。麻痺直し。いや、やっぱなんか、ほんと、懐かしい感じがするね。ほう、よかったね。あ、はい、はい。お前はどうだ？あ、相変わらず、相変わらずダメか。と。ふぅ、ノートのことを私でも覚えるの。それは、たくましい。
ほうほう。くばに書かれていくと、うん、うわ、うわ、全部読むかじゃ。入れちまうとその間は攻撃はできません。戦い終わっても似たまま眠気覚ましで目が覚めます。やけどは体力が減って攻撃力と素早さも下がってしまいます。戦い終わってもやけど残ります。またやけどの足で治ります。毒を食らうと体力が減っていきます。戦い終わっても毒は残りますが、毒消しで消えます。凍ってしまうと全く動けなくなります。戦い終わる。前するとあざが時々出なくなります。戦い終わっても前が残ります。また、まひ直しで直しましょう。じゃ、ノートは何か書いてあるのかな？はい。はい。あ、じゃあ、はい。あ、はい。はい。ああ、嬉しいですね。はい。あ、まだあんの？はい。八人衆。はい。四天王が君臨してる。ああ、ノート見ちゃダメ。覗きですね。覗き見があかんですね。ここは時はして、吹きは緑、永遠の色。来た。来た、この人。うぃ、行く。待ちながら、わしの話を聞け。こら、行くなって言ってどうか。いけないんですね。おい、お前起こせよ、お前、無理やりでも。無理やりでもじいちゃん起こせよ、お前。たく。じゃあ、ここの家か。うちの父ちゃんもここも大好きなのよ。これは、鬼スズメ、命名、鬼ちゃん、鬼ちゃん。ニックネームを考えることは楽しいが難しい。凝ったニックネームもいいが、覚えやすいのが一番やな。地味に関西弁使ってきたな。お兄ちゃん。さてじゃあ、マスダタウンが戻るか。このピカチュウの動きが可愛いよね。尻尾を振って歩くっていうのが可愛いよね。なるべくね、今レベルとかを上げたいんで、こう草むらを通っていくとします。と、ポッポちゃん。そういやさ、なんかさ、ポッポちゃんっていうさ、なんか、キャラクターがさ、アンパンマンにいるらしいんだよ。なんかね。そう。なんか、SNマンの子供みたいな感じで、なんかポッポちゃんっていうピンクの、なんか電車が、なんか、アンパンマンに出てくるらしいんですよ。まあ、これも聞いた話なんでよくわかんないんですけどね。おー、ポッポ。電気ショック。おっと、これは、ゲットしたい。このタイムがすごいゲットしたい。よし。てかさ、なんか、ポケットモンスターピカチュウってさ、なんかさ、自分の経験値が今どうくらいかって見えないんだね。わかんないんだね、なんかほら。普通のここら辺にさ、なんか青くあんじゃん。それがないんだよね。さっさて。やったね。なかなかレベルわかんないね。よし。こんにちは。おお、うまい棒。どうだい、わしのやったポケモンは。ほう、だいぶ懐いたみたいだな。まだ全然懐いてないと思うんですけどね。お前、ポケモントレーナーの才能があるな。え、わしに渡すものが？うまい棒は、大木戸博士に東京の渡した。おお、これはわしが注文してた。特製のモンスターボールじゃ。どうもありがとう。ところで、さっき言わせたが、お願いがあるんじゃ。じゃがりこ。じいさん。お前、来たな、じゃがりこ。じいさん、俺のポケモン育ったぜ。ちょっと見てくれよ。
おう、じゃがいこか、ちょうどいい。お前たちに頼みがあるんじゃ。机の上にあるのは、わしが作ったポケモン図鑑。見つけたポケモンのデータが一度月に囲まれて、ページが増えていくという、大変ハイテクな図鑑なのじゃ。なるほど。うまい棒、じゃがいこ、これをお前たちに預ける。うまい棒は大きいからポケモン図鑑をもらった。その世界の全てのポケモンを記録した、完璧な図鑑を作ること。それがわしの夢だった。しかし、わしももうじじい。そこまで無理はできん。そこでお前たちにはわしの代わりに夢を果たしてほしいんじゃ。さあ、二人とも早速出発してくれい。これはポケモンの歴史に残る偉大な仕事じゃ。おお、いいね。よし、じいさん。全部お荷物な。うまい棒、残念だがお前の出番は全くねえぜ。うわ、腹立つな。そうだ、うちの姉ちゃんからタウンマップを変えていこう。うまい棒に隠さないように姉ちゃんに言っておくから。俺んち来てもむぞ。ひどいな、こいつ、こいつひどいね、なんか。つがいこひどいよ、お前。ふさて。じゃあ、行きますかね。と。じゃあ、ちょっと、タウンマップくれないかな。はい。お、やったね。じゃがいこ様見ろ。よし、行こう。ちょっとマミーに一回会いに行きますか。ハロー。はい。あ、はい。よし。行ってきます。さてさて、じゃあ行きますか。おっと、こだった。どう思っても何があるんだ。あ、傷薬ってタウンマップしかないのか。よし、モンスターボールが欲しいな。そうだ、モンスターボール補充するか。よし。ここじゃなかったね。ここじゃなかったね。よし。はい。と、お、結構あるね。じゃあ、モンスターボールを、10個くらい買っちゃうか。10個。はい。で、傷薬を、5個は買えない。4個も買えない。じゃあ、3個で。はい。で、毒消しを2個くらい買っときますか。よし。さて、じゃあモンスターボール買ったしね、早速ちょっとポケモンゲットしますか。うい、出てこいや。よし、早速来た。こだった。レベル2、もっともっと強いの欲しいな。レベル3くらいか4、3か4くらいのが欲しいが。と、弱い。レベル2はいらない、さすがに。そうやさ、なんか、生物ってないのかね、初代のポケモンにはね。お、来た。よし。おい、こだった。よし、ゲットしよう。ゲットしよう。こいつはゲットするぜ。少し画面がボケてるが。うわ、これ大丈夫かな。これでモンスターボール行ってみるか、少し。頼む。画面がすごいボケてる。おお、捕まった。やった。おお、やったやった。
ちょっとボケてますね、画面が。画面がボケてるので、ちょっと読みます。こうやった、ネズミポケモン。高さ 0.3 メートル。重さ 3.5 キログラム。牙が2つ。とにかく何でもかじってみる。1匹見つけたら、40匹あそこに住んでるはず。マジか。じゃあ、ニックネームつけましょう。こうだった、どうしようか。しかもなんか、牛みたいだね、なんか。こうだった、ネズミでしょ？ネズミだよね。ネズミか。じゃあ、よし、チューさん。お前はもう今日からチューさんだ。よし。ポケモン。チューさん。チューさん。よし。じゃあ、あとはポッポを捕まえるか。よし。来た。レベル3。まあまあじゃないか。とりあえず、電気ショック。ああ、倒しちゃった。ああ、それじゃあ、中3で攻撃しまくるか、ポッポに。よし、来た。6! 6! これ中3じゃダメじゃね、これ。とりあえず、これ、ピカタロウに絡むでしょ。レベル6は強い。これは強いでしょ。うわ。あ、こいつ欲しい。こいつ何が何でも捕まえる。よし！うわぁ、あった。強い！よし。モンスターボール、頼むよ！頼む！よし！来た！やったね。ポッポ、クトリポケモン。0.3 メートル、1.8 キログラム。おとなしい性格で襲われても反撃せずに砂をかけて身を守ることが多い。身を守ること、守ることが多いのか。なあ、どうしよう。小鳥ポケモンでしょ、で身を守るのが多いんでしょ。じゃあさ、守るのが多いならそのまんま守るでよくね。守るで、守るでいいよね。よし、守る。よし、じゃあどうしようか。とりあえずポケセンに連れてってと。はい、よし、オッケー。はいはい、さてさて、じゃあ、ちょっと下行ってみるか。嫌な予感がするか。あれ行けない、行けなかったっけ。あれこっちって行けなかったっけ。え、こっちって行けたよね、確か。あれあ、こっちか、こっちか。ちょっと道間違えてましたね。すいません。こっちは何かあるかな？何かあるかな？何もないというね。おー。動けない。来ました。来ました、じゃがりこ。本日2回目の登場。ああ、うまい棒。ポケモンリーグに行くのか？やめとけ。お前どうせ待ち持ってねえだろ。見張りのおっさんが通してくれねえよ。それよりさ、お前のポケモン少しは強くなってるかよ。うわ。大丈夫、こっちには3体いるから大丈夫。大丈夫、大丈夫。2体増えてるし。鬼スズメ、欲しい。強っ強っ待て。レベル9と待て。強くねえか、お前。え、マジで強くね？え、
やばい、どうしよう。強くないレベル9って。やばい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 。とりあえず、電気ショックで、電気ショックで。うわぁ！よし。危ない危ない。よし、来た。あ、そうか、鬼スズメの攻撃は外れたのか。はい。チョウさん。まあ、レベル上がんねえとか。いいよ、いいか。いや、このまんまでピカさんで行こう。ピカチュウ、ピカタロで、ピカタロで行こう。うわ、全然行かないやん。うわぁ、嘘だぞ。ちょっと、チュウさん頼む。うわぁ、うわぁ、なんもなかった。やばい、どうしよう、これじゃあ、砂かけしてこい。よし、よしよし。尻尾する。よしよし。防御力下がった。じゃあもう、チュウさんもうお前身代わりでいい。身代わりで。え？お前も？うわ。うわぁ、砂だ。どうしよう、じゃあ、ピカ太郎、頼むよ、ピカ太郎。リンクショック。よし！いけ。あ、回復し忘れた。回復し忘れてた。うわ、ピカチュウのこの倒れる時の声が。守る、いけ、守る。お前ならいける、お前ならいける。風起こしやりまくれ。いけいけ、風起こし。おお、守る結構強いな、お前。頼む頼む。よし。守る、よっしゃー、来た。おぉ、157経験値。一気に8まで上がったし。おぉ。あー、こいつダメだまねよ。よし。どうやら、ポケモンリーグには強くてすごいトレーナーが、うちらで出らしいが、どうにかあそこ通り抜ける方法は考えなきゃな。お前もいつまでもここらにいないで、とっとと突き詰めよ。やばいな、自分の無力さをよく感じる。ダメだ、あれだってね、ちょっとポッポがね、頑張ってくれたからね。守るに感謝しないとね。じゃあ、今回はここで遠慮しまいしようかな。では、ご視聴ありがとうございました。ですね。じゃあ、ちょっと、レベルも少し上げとくます。はい。レベルもね、頑張って上げとこうと思います。はい。ではね、ご視聴ありがとうございました。まったねーと思ったけど、まだ行くか。23分。ちょっと28分と間違えたわ。よし、行ける行ける。じゃあポケモンリーグの前くらいまで行ってみるか、一応ね。ちょっと、いいね、この、守るがいいね。よし。よし。おっと。おお、こいつは、ニドラン、メス。にって。ニドランさん欲しいけども、オスいないの、オス。しかも、にってさ、低くね？ニドランさん。ゲットしたいけども、じゃあとりあえずはこれで、よし。またね、二度なんね、レベル3か4くらいのがね、欲しいね。お、チュウさんレベルアップ。ここはポケモンリーグ、正面ゲート。よし。うわぁ、ポケモンリーグここが。交換好きは本当に強いポケモントレーナーだけは通れます。あなたはまだグレーバッジ持ってませんね。決まりですか？と先に行きません。やっぱり、ですよね。ちょっとね、いいね、ニドラン欲しい、ニドラン。
二度弾欲しいわ。おー、マンキー、ファンキーマンキービービーズじゃん。ファンキーマンキービービーズ欲しいね。よし。うわー、倒しちゃった。倒しちゃった。やばい、どうしよう。じゃあ、今回はここでエンドスライしたいと思います。じゃあね、ちょっと、マンキーと、ニドラン、そう、捕まえときたいなと思ったら先に、鬼スズメさん、あなたもですか。じゃあ、ちょっとこの5匹、今ね、出てきたマンキー、ニドラン、鬼スズメ、全員捕まえます。はい。で、捕まえたらまた動画の方を撮ります。はい。なんでね、ちょっと、シューさん、ご視聴ありがとうございました。よし。あ、じゃあもうレベル低くてもいいからね、ちょっとゲットしたいと思います。終わりたいな。二度弾来た。4! よし、ゲットしよう。シューさん、お前、やりすぎんねよ、あんまし。よし。よし、もう一回やれば大丈夫か？よし、オッケーオッケー。オッケーオッケー、もういい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 。もういい。モンスターボール。お願いします。よし。やったね。よし。ニドランメス、ロコバイポケモン、0.4 メートル、7キロ分。結構重いんだね。優しい性格で戦いは好まないが、小さな角はどこかでの要注意。ほう。じゃあ、よし、ニドランメスか。どうしよう。優しい性格か。そうな。姉さん。姉さんにします。ではね、お会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。